祖母が油絵の画家だったので、力強い風景画を、具象の、油彩を描いてますね。正直小さい時は分からなかったんです、綺麗な絵だなぐらいだったんですけど、美術大学に入るための予備校でその基礎のレッスンっていうのもたくさんやってたんですけど、祖母にもそれの発展したものをずっと教えてもらっていて、なので、立体はやったことなかったんですけど、キャントル作るまで、なんでしょうね、形にするのは共通なので、確実に、その油彩の勉強は役に立ってるなって思ってます。母は母でプレゼントするのも好きな方だったんで、このここにいるぬいぐるみとかもちょこちょこもらいました。この子たちはみんな母からもらった子たちですね。家にもいっぱいいます、実家にも。あんまりこうもらったから義理で並べるってことはあんましないんですけど、私も気に入ったのでっていうことがいつもありますね。同じやっぱり遺伝子だからですかね。